Hazırla. That man went to the shadow room. とか艦中まで進軍できた。兵たちが弱音を吐こうと休ませるな。体勢を整え次第、生徒を落としにかかるぞ。大将軍、少しお伝えしたいことが。この先の要害は、すでに職軍が固めています。攻め取るのは難しいかと。加えて、背後の兵端が長く伸びきっています。このまま進んで奇襲を呼び込めば、 長安との補給を断たれ、全軍が孤立することに。ええ、黙れ。大将軍に意見するか。私に退却を進め、先行を得させぬ魂胆であろう。いいえ、そのようなことは。曹操殿、私も芝将殿に賛同いたします。兵や牛馬の消耗が激しく、これ以上の戦は
得策ではありません。花高原までそのように申すか。私はお前たちの気概を試したのだ。我が軍はふぬくな集まりのようよの。これでは先に進んだとて無駄であろう。全軍に撤退を命ず、速やかに洛陽へ帰還せよ。口添え、ありがとうございます、花高原殿。助かりました。芝生殿、苦労をかけて申し訳ない。曹操殿は一族に栄誉を取り戻さねばと焦っておいでだったのだ。わかっていますよ。ですが、今回の敗退はかえって曹操殿の心を失墜させる結果になりましたね。それも致し方ない。こたびの戦も芝師殿や芝将殿、そして一部の有能な将らの活躍がなければ危なかった。曹丕殿や曹英殿が築いてきた義が今の曹一族によって脅かされている。呉や蜀につけ込まれる前に何とかせねば。宗家に近い真には花高原殿や花高派のような国のために才を尽くす人がいる。曹操殿らがこれ以上軽はずみなことをされなければ大丈夫ですよ。俺たちも洛陽に戻りましょう。I'm going to bed. Nay. That's well. Stew, お話があります。大将軍は高青山で敗退してから宴ばかり。少々の機嫌取りに不審しているようですが。そのために先帝の代に貯めた財が費やされ、五色に対する防衛さえ維持が困難なありさま。このまま大将軍に国政を任せるのは危険です。危険って、兄上まさか。曹操を除き我らが実権を握るということか。その手は諸刃の剣と知ってのことだろうな。曹操が国を内側から害するものであるのは事実だ。しかし国内には曹操殿や曹丕殿への恩義から曹一族に対し忠を尽くす臣も多い。曹操を廃すならばその者らの反感は免れ、最悪国内を二分することになろう。相応の覚悟を持ってやらねばならぬぞ。兄上、元より覚悟の上です。先日の高青山の結果に誘発され諸君が動き出しています。おそらく近日中に戦端が開かれるでしょう。その前に国を弱らせる病を速やかに除かねばなりません。旦那様、大将軍は狩りにお出かけになっているとか。ことを起こすのなら今よろしゅうございますね。うん、曹操らが洛陽を留守にしている今が好機。迅速に取り掛かるぞ。宮城へ向かえ。
しばし殿らが兵を率いて城に向かったと。カクワイ殿、諸葛丹殿、これはまさか。おお、いよいよしばし殿が立たれたのか。まさに皆が待ちわびていた瞬間よ。曹操殿は高青山から戻ってからというもの、宴会を開いては宝刀三昧、民の税をあのように使うなど看過できぬ。諸が義へ攻め込む気配を見せているというのに、大将軍は軍備のための費用を遊興に充てられた。このような状態で諸に攻められたらと、毎日毎日心配で今にも寿命が縮みそうだ。みな、しばし殿が呼んでいる。要件は言うまでもなかろう。承知した、すぐに向かおう。私の命燃え尽きるとも、この国を真に守るために。自分は芝居殿に見出された身、そのご恩を返すためにも任を遂行する。おのおの賢明な判断だ。すぐに宮城へ向かうぞ。大将軍が狩りから戻る前に全てを終わらせる。みなよく集まってくれた。大将軍曹操は今洛陽を留守にし狩りに興じている。この機に乗じて奴の持つ権力を全て奪い取る。兄上、確かに曹操は国政を担う器ではありませんが、どうにか穏便に済ませられないんですかね。将、腹をくくれ。生半可な対処では国の根幹にたまった海を取り去ることはできぬ。これは乱世を終わらせるために必要なこと、我らの天命なの。わかりました。よし、曹操が戻ってくる前に洛陽を制圧する。速やかに洛陽を制圧せよ。その後敵外の曹操を討つのだ。